球と愛について愛ありますか。愛ありますよ。大木さんありますか。どうぞお願いします。いやもう本当にね、シュートで始まりシュートで育ってきたんで、はいはいはい、シュート愛というか、なんか愛っていうのも気持ち悪いですけど、はい、まあでも本当にありますよ。そうですね、育ったのが僕が出てちょっと今出てないですけど、うん、もうずっとシュートで僕が入った時にプロになって、そこからずっとやってるんで14年ぐらい、そのずっと出続けるってすごいことじゃないですか。その一個の、はい、なんて、あ、俺のことすいません、慣れてない。シュートってこれはどう言ったらいいのかなっていう、シュート愛、そうですね、まあ、初め、松江さんがいて、なんかそのままシュートしか知らなくて、アマチュアシュート、格闘技への道がもうなんかシュートだけだったんで、僕の中で、そのアマチュアシュートに出て勝ち上がったらなんかプロに上がれるみたいな、その中でいっぱいいろんな人の、はい、ドラマとか見てたんで、よりなんかいろんなシュート見れて、近くでいろいろ、はい、めちゃめちゃいい話します。めちゃめちゃいい。いやいや、ピンコーンって。そういうもん。僕はそういうもん。なるほど。いや、わかんない。難しい。須田選手ありますか。僕もずっとアマチュアシュート最初出てて、シュートが最強だと思って、はい、パンクラス、ディープってあるんですけど、やっぱり見てて、客観的に見てて、やっぱシュートが一番、僕は、まあ、かっこよくて、まあ、試合が面白いと思ってたんで、で、アマチュアシュート出て、まあ、プロデビュー自体はディープだったんですけど、津田さんがお金持ってきてくれて。ああ、そうだ。で、2試合ぐらいディープやって、うん、で、そこからまでの18でシュートを出て、そこからずっとシュートだったんで。うん、あれですね、最年少。ああ、そうだ。その記録を引き継いだ。そうだ。あの、松江さん。松江さんがプロ最年少記録持ってて、で次に俺が。それを更新して、その次にそれが更新して、今では結構もう若い子が、ああそういうことか、キッズからやってる子がどん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 強くなって、プロの年齢どんどん若くなってるんですけど、僕が16歳でアマチュアシュート出た時は他にも16歳なんていなくて、だからで17歳で一応プロ昇格したんで、そういう意味では、まあ、総合格闘技時代がこう下の年代にもこう、まあ、広がってきてるっていうのは、今は広がってきてますね。あの頃すごかったっすからね、アマシュートもいっぱいでしたし、そうっすね、多かったっす。アマチュアの大会がシュートぐらいしかなかったっすね。確かに、まあ僕よりもっと前の世代の時がすごいピークだったな。デビュー戦はあれですよね。デビュー戦僕は体重計量オーバーしたアマチュアの、アマチュアの、ただあれですね、デビュー戦じゃなかった、あのなんかそうアマチュアフレッシュマンで僕計量をして、パラエストラ、あの松戸で唯一だって言われたんですけど、100グラム、100グラム。で、本当シビアなんですね、だから。シビアですね。はい、その許してくれない。許してくれない。へぇー。100グラム、はい。その時の心境は、その時の心境はどんな感じでしょう。初めて目が合いました。あ、初めて。14年。早くていけない。まあ、そんなこともあったんですね。そうですね。まあ、でもシュートをね、また出てみんなで。はい。超満員にしたいですね。もっと盛り上げたいですね。そうですね。じゃあ次行っていいですか。終わりです。すいません。大規模さんと増谷さんはまあライジン出てまして、まあ、延田さんはワンチャンピオンシップ出てまして、まあ、まあ大きいというか、団体出てますけど、変わったこと、出て変わったこと、ありますか。まあ、大規模さんもこの前ちょっと、自己紹介の時にちょっと出てましたけど、ね、まあ話しかけられることが増えたと。話しかけられる。まあ、あとやっぱ単純に、生活に余裕はできますよね。収入も増えるし、わかりました。そうですね。僕もたまたまなんかアルバ TV が放送するようになったんで、なんかちょっとあの知名度じゃないですけど、なんかちょっと気づいてくれる方が増えた。みんな応援してましたね。日本中田さんが確かに出るときはみんな頑張れって言ってました。やめましょう。なんでいい話で、いい話で、いや脱臼した話でしょ。めちゃくちゃいい話じゃないですか。そう、まあそう、やっぱミャンマーに人気あるんでしょ。あ、ないですよ。ないの。はい、ないです。あ、なくなっちゃった。ないですよ。ないの。でもやっぱその時だけなんで。あ、そうなんだ。バーってやって、今の時あんまりいい試合じゃなかった。そうそうそう。
すぐ死んだんで。カットでね。まあまあそうそう。そうあそっか、なるほど。あそうそう、2人あの1回ずつ来ていただいて、あのセコンドで。はあ、そうなの、はあ一回、あ、そう、それも行った僕、ミャンマー行きました。あ、そうか、あ、ほんとあの時、そやかえ、おぎも行ったの俺一回行ったっす、ジャカルタ。あ、そうはい、はい、へぇすごかったか。でも、めちゃめちゃすげえなと思いました、うん、重いよね。思います、演出もすごいし、海外で試合するのってのはやっぱ、うん、確かに伸田さんすげえと思って。いや、こんな中戦ってたのかと思って、うん、あの、全く知らない異国の地で星野源が流れた時あの伸びた伸びた、まあ、涙出そうになっちゃって、すげえと思って。そうですね、お二人は日本ですもんね。海外はあります試合？僕はないですね、うん、アメリカで。僕はタフで。ああ、そっか、はあ、すいません。大変ですからね、海外は。本当にそれこそ大変だと思いますよね。1ヶ月で全部やるっていうのは結構。確かに伸びたさんはすごい。いや、でもこの辺みたいになるとちょっといや、いいんじゃないの別に。どうなんですか、分かる。いや、いいよ別に全然。気持ち悪いって言われちゃうのかなと思って。いや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 、でもそれが本当の本当の話じゃないですか。ミャンマーとかジャカルタは分かんないですけど、まあ、やっぱ裏は本当やっぱ体育館じゃないですか、控え室とか。もうエアコンもないし、トイレは流れて、トイレ水道が止まってるんですよ、まず。えトイレできないし。ミャンマーミャンマーす。マジか。たまたまじゃないですか。たまたまちょっとだからね、でかい扇風機がいっぱいありましたけど、でかい扇風機、その中やっぱもうだから演出はすごいから本当にもうかっこいいんですけど、やっぱ裏はやっぱ大変な思いして。ああ、そうなんだ。そんなが試合するって本当すごいですね。それはどう変わったの？変わったことですか。変わったことは今までシュートに出てる時も、うん、まあ、本当に全力を尽くしてたんですけど、うん、負けたとしても、うん、シュートに出れなくなることっていうのは、うん、まあ、ほぼないじゃないですか。あ、まあ、でも、まあ、絶対負けたくないと思ってやってましたけど、うん、シュートで負けてもう獲得ができなくなるってことはやっぱないので、うん、でもやっぱライジン、まあ、出てる選手みんなベルト持ってて、うん、まあ、肩書きがあって、うん、で僕それないので、もう1回負けたらもう多分もう一生呼ばれないと思って、うん、やっぱ試合に臨んでるので、もうこれが最後だと思っていつもあのやってるので、そういう意識はちょっともう負けられないっていう思いでやってたんですけど、うん、さらにもう強い、なるほど、あの意識で練習もできるようになりました。今2連続KO 今はそう中だもんね、はい、すごいよね。体重はどうなんですか？一応シュートの時はあの 56.7 でやってるんじゃないですか、はい、でライジンの時はまあ6、まあ、6ですよね、はい、そこに関してはもう何とも。体重は、まあ、56.7 でも全然、うん、今はいいんですけど、前はその病気、クローン病になる前は72、3キロあって、そこから 56.7 まで。めちゃくちゃでかかったの。なんであんなことしてたのかなって今は思うんですけど。いや、ほんとめちゃくちゃな生活、めちゃくちゃ最後水抜くときめちゃくちゃしてました。6キロぐらい水抜いてたので、ほんとにめちゃくちゃしてたでも、今でも精神力がすごいよな。3、4キロ、通常体重が63、4キロになって、うん、まあ、病気のおかげじゃないですけど、うん、本当にあのそういう面でも減量も楽になって、うん、いいですね。なるほど。もう体重はもう関係ない。あ、全然もう関係ないです。関係ない。61でも全然やる。はい、やります。ギャビガール試合でもやる。あ、全然やります。ギャビだから俺3対2対1でいいんじゃないですか。あ、確かにね。ギャビ対ソヤオニクオグミ。ああ、いいね。体重をだから同じ体重にすればいいのか。ギャビさん61に合わせてもらって、いやだからギャビさんがだから100キロとすれば、はい、あ、だから無理だ、すいません、50キロと思ったけど絶対無理だ無理だじゃあ3人のタッグでギャビさんだったらいけますか。なんか3人あります、話したいこと。話したいこと、なんか新鮮というか、あれですよね、この3人並ぶっていうのはあんまり確かに、あ、確かにね、面白いです。まあ確かにあんまないですよ、ね、練習はしてたもん。3人で飯食いに行ったことなんてないですよ、ね、あ、深い話をするのはあんまりない。何なんすか、ね、練習終わって道場でちょっと話す、うん、でもその距離感ですごいちょうどいいと思うんですよね。まあ確かに確かに、別にそんなにあの深くこの距離感が心地いいというかその距離感はやっぱみんな心地よくてね、ちょうどいい、ちょうどいいよ、うん。最後ですね、視聴者さんに一言、ソヤ選手からいただいていいですか、はいはい、視聴者、そうですね、あのファンの方に、去年の8月試合して、まあ、その後オファーはいただいてたんですけど、
で12月大晦日に向けて必死に練習したんですけど、ちょっとやりすぎて腰を壊してヘルニアになってしまって腰ちょっと今リハビリ中なので、まあまた治ったら確実に強くなって戻ってきますので、その時はよろしくお願いします。今後もなんかおぎチャンネルあったら出ていただけますか？あ、それダメです。あ、ダメ、エルジュ、エルジュ、エルジュ、いいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ、のび太さん、僕はこういうの出ることないんで、この世に出ることがない人なので出てるじゃないですか。いや、僕、出てるじゃないですか。これはレアだよ。僕たちは結構謎が多いですよね。あんまりツイッターとかもやらない。ああ、確かに。インスタグラムとかもやってないし。そう、だから、ソヤさんも、のび太さんも、本当はすごい面白いというか、こう砕けてるとこもあるんですけど、やっぱり、普通の一般の方はそういうのは分かってないので、でそういうとこもこう出していっていただくと、うん、本当はだからすごいね、面白い方なんで、そんなことはないですけど。そんなことない。めちゃくちゃ面白い。僕ちょっとでも覚えていただけたら、僕というそのも、あと、伊藤ちゃん、お二回目。立てていただいて、すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はこういう機会で。じゃあ最後、おぎちゃん、締めていただきますか、じゃあ。そうです。本当に二人にはもう、本当にありがとうございます。出ていただいて、これから本当によろしくお願いします。じゃあ、そう。本当にありがとうございます。ちょっとまあ、ね。そうでも、僕、でも確かに。入ってくる、入ってくる。あ、いや、そうじゃない。入ってくる。入ってくる。いいよ。早くいいよ。助かりました。今日は助かりました。いや。あ、いや、でも僕も確かに、今、なんかやっぱ、なんか二人に質問するの面白いなと思いました。なんか聞きたいなって思いました。そっちの、なんていうんですか、そっち側に聞きたい。そっち側に聞きたい。なんか面白いなと思いました。あー、なるほどね。そうなんです。だから、まあ、そうそう、またコメントにね、いろいろこの3人の対談を見ていただいて、なんかコメントまた書いていただければ、それに対してまた確かに、まあ、返答というか、たまに3人でコラボできる、あ、しましょう、面白かったら、はい、大丈夫ですか、とりあえず、いや、なんだろうな、これノーカットで流したよ。これが面白いっすね。そう、それが面白いんで。で、のび太さん、オンリー撮りますか、じゃあ。やめましょう。これから。本当にごめんなさい。でも、のび太さん、歌も上手いんで。あ、確かに。そこら辺も、ちょっとカラオケ。悪い。カラオケもいいし。いや、気がね。カラオケ。ダメだったよ。コラボできる。確かに。じゃあ、歌企画でコラボしましょうか。お箱は何なんですか、のび太さん。何ですか、お箱、カラオケの。お箱だとかないです。あ、もう全部お箱だった。全部ないですよ。何をいけると思ったんですか？何もいけない、何もいけないです。知ってる曲だけ、ちょっと歌うっていうだけです。何じゃあ特に歌うんですか？普段は悪女とか。中島みゆきです。中島みゆきの。さすがです。いや。すごいです。次は悪女で。いや、違う。そういうことじゃないですよ。じゃあ次は悪女で会いましょう、じゃあ。違う。二人の歌うのは、まあ別に、二人じゃない。歌うの、僕は歌うの、あれなんで。ほら。終わり方だけ聞きましょう、本当に。ちょっと待って。終わりだけ、鬼が一言言って締めるって、それで終わりなんで。お兄さんが勝手になんか入ってくるから、締めれないんだ。さっき俺締めようと思った。締めようと思ったら、でもねって入ってきたのがお兄さん。そうそうそう。ちょっとだから黙ってもらっていいですか？喋り足りないのかなと思ったんで、足りないですか、まだ。まだ大丈夫ですか？そうじゃなくて、はい。失敗した。終わり方だけ決めます。終わり方、オギが締めるっつってんの。それはもう決まってんの。決まってんのに、自分で決まってんのよ。いいっすね。いいね。なんかすごい、入って、乗ってきたね。乗ってきたね。違う、そういうことじゃないっす。乗ってきたね。乗ってきた。まあ、そんな感じです。のび太さん何で締めますか、じゃあ最後。確かに、のび太さんじゃあ、のび太さん締めてみましょう。今回は、はい、じゃあすいません。嫌です。それは絶対に嫌です。あ、今の指名の言葉ということですね。じゃあ、そういうことで。もう嫌です。終わり。違う。こんなにずっと喋ってる。変な世界でずっと喋ってる。本当に嫌だ。まあ、終わり方だけ。ちょっと。だから、じゃあ終わってください。違う。本当に、終わりよければ全て言う。あ、いいこと言いますね。じゃあ、オギ、はい、締めてください。じゃあ、オギ、はい。最後に。いや、まあ、本当に、まあ、他にも後輩いっぱいいるんで、彼らの、あれも、取れたらいいなと思って。確かに。またよろしくお願いします。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。
ちゃんです。オギチャンネル登録してください。